天下の剣城小田原も落城、伊達の帰参もあり秀吉の天下統一はなった。がその天下も長くは続かなかった。秀吉が死去するや天下は再び乱れ始める。時は満ちた。家康は真に太平の世を作るべく動く。しかし豊臣の世に固執する秀吉の維新石田三成はこれに反発、家康を討つべく挙兵する。天下の大名はこぞって家康の東軍、三成の西軍に分かれ、決戦の地関ヶ原に参集した。この戦にて太平の未来決戦。第5話関ヶ原の戦い。行く末、それは太平の未来。敵勢、我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、確欲に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きに寄せ負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。太平の世を作るため、この決戦に勝つ。三成、義だけでは天下は治まらぬのだ。小早川はこちらに寝返る手はずになっておる。それまで奴は捨て置き、まずは地固めをする。勝つ方に味方せねば意味がない。徳川殿が優勢になるまで待ってみよう。今日こそ三成めをぶちのめしてくれるわ。福島も直政も功を焦って突出しすぎておる。ここであの二将を失うと勝利をつかめぬ。押して参る。我が首見事取ってみよ。押して参る。西軍の大筒見過ごすわけにはいかぬ。大筒とは物騒だね。まあこっちにも大筒はあるんですがね。今大筒を全て失うわけにはいかぬ。ふん、無様だな。援軍感謝いたす。どうじゃ。さすがは我らが殿に負わす。これでは徳川四天王とやらも大したことはない。勇猛で知られた二将が野蛮とは。いざ尋常に勝負。東軍本陣を攻撃せよ。今なら手薄でやろう。立花の名にかけて成功させよう。どうじゃ。暗黒寺さえいなければ徳川殿に味方できるのだ。どうやら吉川も毛利もわしに味方したいらしいな。敵将を討ち取ったわい。見事でございますな。そろそろ徳川殿に味方せねば。だが世の人に裏切り者と呼ばれとうない。
三河武士の底力よ。ああ、どうすればいいのか。小早川め、まだ迷っておるのか。えい、松尾山から小早川を銃撃せよ。我こそは立花家当主、立花銀千代なり。押されているか。どうじゃ。と呼ばれるのは耐えられないし、やっぱり東軍を攻めよう。家康の首を取れ。名のある武
使とお見受けいたす。全軍出陣。関ヶ原に義の旗印を打ち立てよ。このままではまずい。援軍を押して参る。恐れているか。敵将を討ち取ったわい。さすがは我らが富に負わす。このままではまずい。援軍を。これぞ三河武士の底力よ。どうじゃ、敵将を討ち取ったわい。さすがなるご活躍。生き残るんだ。敵将を討ち取ったわい。お見事でございます。命を懸け、そして敗れたまで。ここで俺は負けられん。殿の理想を阻む者、この鎖国。これは犠牲。西軍10万の兵を犠牲にしても俺は勝つ。人の命を犠牲にして何の義か。三方ヶ原で逃げ回っていた男が総大将。あの戦が今のわしはなかった。
信玄公に感謝。いやいや、俺は自分の口で言うもんだ。俺は最後まで義のため。敵将を討ち取ったわい。みつ、義のために多くのものを死へと誘ったお前は、義の向こうに何を見た。何か見えている。勝利も皆のおかげよ。